海道警察本部交通部です。これから自動二輪車の安全運転に関するアドバイスをお送りします。今回のテーマはコーナリングです。はい、それではまずコーナリングする際の3種類の乗車姿勢について説明したいと思います。はい、お願いします。はい、これはリーンウィズという、乗車姿勢になります。これは車体と上体の傾斜が同じ基本となるフォームです。正しい乗車姿勢が取れていればこのようにきれいに乗ることができます。リーンウィズはバイクのセンターにライダーの重心が来るのでタイヤの接地感がつかめやすいフォームです。無理のない姿勢なので疲れにくく違う動作に移動しやすいという利点があります。皆さん日頃から綺麗なリーンウィズのフォームで乗っていると思いますが、普段乗っている姿勢から若干肩を内側に入れるともっと綺麗なリーンウィズのフォームに見えるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次のバイク。はい、じゃあ違うバイクでやってみましょう。気づいた方もいると思いますが、上手に乗るコツは顔を進行方向に向けることです。肩のラインといいますか胸を進行方向に向けるイメージを持ってもらえればいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、では次の姿勢について説明します。はい、こちらはリーンアウトという乗車姿勢になります。上体を起こした状態で車体を傾斜させるのがリーンアウトです。小回りが効いてバランスの修正がやりやすいのが利点です。目線が高いので前の情報を得やすいのが特徴です。ライダーの運動量が少ないですし、バランスを崩した時に足から落ちるような感じの体勢なのであんまり怖さを感じないと言いますか、無意識にこのフォームを取って乗ってる人も多いのではないでしょうか。我々はウィズのフォームを取りたいのに怖がって体だけが外に傾いてしまうのを逃げアウトと呼んだりしてますけども、いわゆるデュアルパーパス系のバイクなんかではリーンアウトは活用すべきフォームだと思います。ただ傾斜がきついのでタイヤの接地面が狭くなってスリップするリスクがあるのが短所です。はい、では次のバイクでやってみましょう。はい、バイクが小さい分だいぶ小回りにもなってきますね。先ほどの大きなバイクと同じようなポイントを、心がけて実施してみてください。はい、ありがとうございます。はい、では次の姿勢について説明します。はい、お願いします。はい、最後に一般行動では使う機会ではないと思いますが、リーンインというフォームを紹介します。リーンインは車体の傾斜よりも上体が内側に入ったフォームです。
最近の MotoGP などのバイクのロードレースを見ても頭が結構内側に入っているので、あれはリーンウィンのフォームと言ってもいいんじゃないでしょうかね。リーンウィンはタイヤの接地面積を稼ぎながら横陣に負けないようにする高速旋回に適したフォームです。短所は上体の移動をスムーズにできないということと、目線の位置が低くなるので前方の見通しが効かないということですね。白バイも公道ではリーンイン気味のフォームになることあっても、完全なリーンインのフォームで走行することはありません。アメリカンというかクルーザー系バイクに限っては傾斜によって設置しやすいので、リーンイン気味のフォームで走った方がスムーズに走れる場面があるかもしれません。じゃあ次のバイクでやってみましょう。こちらも同じくですね、車体を縦気味にして接地面積を稼ぎながら体を内に入れるフォームになります。まず市街地ではこのような姿勢ではやっぱり危険なので、ほとんど通る機会はないとは思います。はい、ありがとうございます。以上がターンフォームの説明になります。次に走行ラインについてです。アウトインアウトという言葉を聞いたことがあるでしょうか。レースで速く走るための方法だと思いますが、一般道でやってみるとどうなるのでしょうか。ちょっとやってみましょう。アウトインアウトの走行ラインで走ってもらいましたが、体が対向車線にかかっていたことにお気づきでしょうか。右に旋回するときは中央車線直近を通ると対向車と衝突する危険があります。では左旋回ではどうでしょうか。落下物などはよく路側に寄せられているものです。あまり内側を通ると見通しが効かないために思わぬ事故に遭遇する危険性がありますので注意しましょう。路面状況にもよりますが、峠道などを通る際は車線の中央部を通るラインが最も安全に走ることができるので、極端に左右の端を通ることは避けましょう。カーブでの事故を防ぐ一番の方法は速度を抑えることです。オーバースピードでない限り路外に逸脱することや路面の異常の発見が遅れて転倒事故を起こすことはないと思います。自分の技量を過信せずにしっかりとカーブの手前で減速して
安全に走行することを心がけましょう。それでは皆さん、今日も安全運転でお願いします。